感じますね。ルーマニアの選手です。今回ちょうどソビエトの後にルーマニアという形で動いてますんでね、ちょっと動きが違うなというのはよくご覧いただけると思うんです。今のはまあ伸身の2回宙返りで、カップリングの系統としては非常に高難度な動きです。全身を使う姿勢の中で剣本さん、伸身、屈伸、抱え込みと、はい、大きく分ければ3種類あるわけですね。そうですね、はい、体を伸ばしたものと、それから抱え込んだものですね。これ天保中狩りからここへ屈伸の姿勢ですね。今のはこのヌクリタ17歳、去年のヨーロッパ選手権ではゆか5位ですから、ヨーロッパ選手権ゆか5位といえばなかなかの力と見てよろしいと思います。そうですね、もう国際的にメダルに手が届くレベルですね。体操歴は10年と聞いております。来日は初めて、145センチ35キロ。ムーンサルトですね、はい、最後にムーンサルト持ってきましたよね。入りが伸身のダブルで、それから今ムーンサルトも入りました。なかなかこれ難度的にも難しいものが入ってますね。タンプ